まればロシア、人たちは関西、舞台は東京、ヒロシキーズです。まあ、ちょっと今回は真面目な動画です。まあ、なんてことはないんやけど、お気づきの方も結構お問い合わせもいっぱいいただいてるんやけどもね、今までね入ってたね事務所の方をね辞めました。はい、ということはヒロシキーズもこれで終わりか。ちょっと違います。あ、違う、続いてるやろ。なんかまあちょっとお気づきの通り、しばらくちょっと私たち今までずっとねスタジオで撮ってたけど、ここ最近はずっとお家で撮っててな、こういう感じで気の抜けた感じで申し訳ないんだけども気の抜けた感じだな。ちゃんと撮ってるよ、こっち頑張って。おま、気抜けてるままやで。ずっとあんた女お酒飲んでさ。あんたの酒やこれは。でもあんたも飲んでたよ今。もうビール空になって捨てただけやろ今。ごめん、朝のほうバナナ食ってたのもバレるやないか。すごいな、あのビールを飲みながらバナナを。あらすごいな、ね、なんでだろう、ね、いやもしなんでなのこっちや。あんまりビールのつまみをバナナにしようっていう人は俺世の中で、しかもね健康にいいとか言うんだよNHK で見たって。また全部 NHK のせいに。まあ NHK は正しいからNHK は絶対だから全部 NHK のせいにするもやめときな。 NHK はバナナとビールがいいって絶対言って言ってた気がすんじゃん。いやでもね、もう、まあ、やめたんだけども、まあ実はちょっとねこの動画撮ったのが、あの新しい事務所の方にちゃんと入りましたので、まあそのお知らせと、まあ、やっぱいろいろね、あの お手紙、うんうんうん、ファンレターって言ったらちょっと恥ずかしいから俺はお手紙って言ってんだけど、お手紙とかプレゼントとかいろいろいただいてたんやけども、まあその宛先とかもねちょっと変わりましたよっていうお知らせをしたかったんだこれで。実はねちょっと長らく、まあ、夢というか持ってて、うん、代表取締役になりたかったの、社長になりたかったのよ。ちょっと待って、それなんか子供みたいな感じだ。社長になりたかったから。社長になる、俺も子供の頃はずっと社長になるって言ってた、うん、で頑張ってなりたくて、ちょっともう自分で立ち上げようということで会社の方をちょっと立ち上げました。ありがとうございます。すごいじゃないの。株式会社、株式会社オールモストジャパニーズ。なるほど、あのほとんど日本人自分のことじゃねえかお前そのままの自分のことを名前つけてるよね恥ずかしいんやけどもね、オールモストジャパニーズ。それなんで、なんでそういう風にしたん。まあなんかね、まあ一応タレント事務所、芸能事務所みたいな形にしたかったのね。あとはなんかこう広告代理店の役割をしたりとか、キャスティングしますよみたいな、なんかいろいろちょっとやりたかったんだけど、まあ日本のこの外国人事務所っていうのはほんまにこう外国人っていうのがすごく売りになることが多かったんやけども、まあそうではなくて、まあ日本の中でも私たちのような、まあ、ほとんど日本人、見た目は外国人やけども、まあ、中身が日本人みたいな外国人って実はいっぱいおんねんな。でもそれになんか目ついたのすごいよね。やっぱ今までなんかそういう事務所ってあんまりないやん。結局はなんかやっぱりあの外国人だったりとか日本人なんか分かれてたっていうか、うん、その間をと賢いじゃないの。何適当なこと言ってそれでご機嫌取る女言ってへん、そんな名前言ってへんね、やめてそれ、俺感じ悪くなるからそれ、あのごますり女みたいに言ってるしまあなんでそういう、でそういうほとんど日本人な人たちを扱うようなタレント事務所を作りたくて、まあ、そういう人を応援するためのタレントだけではなくて、そういう人が活躍できるようなこう場をなんかこう提供できたりとか、それをビジネスにつなげたりとかできひんかなっていうのを思って何笑ってんの。めっちゃいいこと言うやんと思ってちょっとどうしたんかなと思ってで俺実は昔あのロシア人 YouTuber のアシアちゃんの初めてコラボした時にも一度言ったことがあるんやけども、まあ、なんか子供の頃からやっぱりずっと見てたらどん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 日本も外国人が増えてんねんな、うん、今まあコロナで訪日外国人ってすごく減ってるんやけども、うん、まあなんかこう日本にずっと住んでた外国人はずっとそのままいるっていうところもあって、で、まあ、グローバル社会がちょっと止まったように見えるんやけども、うんうん、ネットの世界とかを見るともっともっとこう外国と絡んで外国の商品も日本に売ったりとか、うん、日本の商品も外国に売ったりっていうのは実は盛んになってたりするし、でこれからまあコロナが終わった後でまた訪日外国人がいっぱい来る時代がまた来るんちゃうかなっていうふうには思ってるんやけども、やっぱりどうも外国人と
日本人がぶつかる箇所っていうのがすごい目につく、うんうんうん、なんかこうまあ、前あった家賃あのお家を借りるのも外国人が部屋汚くマナーが分からへんから部屋汚くするんたらこんたらとか、なんかこう文化と文化のぶつかり合いみたいなものがすごくあるなっていうの で、ね、でその中でどうしてもなんだろう、外国人もちょっと日本のことをそれでぶつかったことによって嫌いになって自分の国に帰って日本はひどかったみたいなことを言う外国人もおるし、で逆に日本人も外国人とぶつかって外国人嫌いやみたいになる人もおるし、日本に来てなんかめちゃくちゃにして帰りやがったってなる人もやっぱいるし、そういうのを見てるとなんかどうも心が痛いなっていうふうにはずっと思ってんねん。でそれがいつもしょうもないことやねん。もうちょっとこうコミュニケーションというか分かり合える言葉で分かり合える言い方でっていう風なことができたらいいんやけども、なんかほれ見ろ外国人みたいな、ほれ見ろ日本人みたいな感じのやっぱり思った通りだみたいな、うん、がすごく嫌で、そういう時に自分の中ではいつも自分は見た目は外国人やけど中身は日本人っていうところで、日本の人に意外と俺は受け入れてもらってる気がする。やっぱ日本の人のこの考え方とかが、まあ、一部もちろん分からへん部分もあるかもしれない、自分の精神的な年齢の問題だったりとかもあるかもしれへんけども、ただそのザ外国人よりも自分はどっちかというと受け入れてもらえてるかなっていうふうに自己評価はしている。でプラス俺が外国人に日本の人のこういう考え方やねんで、こういう文化がこういうふうにあったからこうやねんでっていうのを言った時に、やっぱりこの見た目で言うから日本人がバーって言うよりも俺が言った方がなんかすんなり受け入れてくれるなっていうのも感じてる。まあ、やっぱそういう動画も撮ってきてるしね。そうそうそう、それで参考になったっていう人もいっぱいいるからね。ピロシキーズのファンの人ってペロシキーズピロシキーズなそんな正面だらいいのこの場所の動画なんで、やっぱピロシキーズのファンの人って外国人も実は多いの、今見てると。うんうんうん、外国人ですごく見てます確かに前なるほどなみたいな。バナナジュースのイベントしたな、イベントした時に来たね、いっぱい来たよね外国の人。びっくりした。そうで、そういう、まあ、自分たちは多分これから日本が、まあ、もっとに外国の人といろいろ関わっていく時にいろんな衝突、移民が来たりとかなんかが来た時にいろんな衝突がある中で、俺は日本の文化っていうのは強く守ってほしいんだよ。日本のこれまでの伝統だったりとかをその外国人にわざわざ合わせて変えていくまでは俺は必要がないと思ってて、ちゃんと説明さえできれば守っていけるものやと思うから、まあこういう自分たちがこう文化と文化の緩衝材的な役割になってくるんちゃうかなっていうのをずっと思ってて、そういうコラムも書いてきて、それで好感度を上げてきた一面もあるので、私は好感度のためだけではないよ、ではないよそれもあるけど、あ、それもあるけどだけではないよね。そうだから、まあそういう干渉剤になりうるような人を応援したいなって、日本の今後の文化を守るためだったりとか、なんかそういう衝突を少しでも和らげるためにっていうので考えてて、だからなんかそういうのに特化したことをちゃんとこう世に出せるような会社を作っていきたいなっていうふうには考えているから、まあ、とりあえずそういう理由で会社を立ち上げました。そんな簡単に、そんな簡単じゃない、ちゃんと応援してくれたりとか、その出資していただいた方もいたりとか、まあまあ、いろんな応援もあって、でもやっぱりね、最初の動画の時から言ってたからね、会場座になりたいなりたいっていうことを結構言って、アシアちゃんと一緒に撮った時もそういう説明してたから、うん、まさかね本当にできる、ここまでたどり着くって自分もちょっと思ってなかったわ。ほんまに嬉しい、まあ、まだ今はスタートラインにやっと立てただけって思ってるけどな、うん、俺喧嘩したけど言われて、ほんまここ、まあ、ここのまず干渉剤が必要っていう、ね、そう、その前まずここがちょっとやる必要があるレベルで喧嘩したな。まあやっぱり芸能の事務所に自分は入、自分たちは入ってたから、まあ、あんまりせっかく育ててくれたのにそれをポンと出ていって自分たちで稼ぐっていうのはなんかまああんまり美しくないことでは実はあると思うよね。あのただそれを前の会社ツインプラネットっていう会社の社長に話した時に応援してくれてすごく。で応援してるから、まあ、あの今後も何か仕事は一緒につながっていきましょう、芸能の何かお仕事とかお互いやり取りをして、またこう業務提携みたいな感じで、でもそれもすごいと思うの、ね、自分はね、やっぱりなんかそういう揉めてる人たちっていっぱいいるやんか世の中では、なんか会社辞めてそれでなんかごたごたが起きたりとかして、うん、っていうのをね、ここまでなんかちゃんとね、話し合ってんで、社長もなんか頑張ってねって言ってくれるなんて聞いたことないもん。いやだから俺はもうそのツインプラネットに関しては、うん、
今までのやっぱ昔の芸能界のあり方でこう辞めたタレントを潰すとか、うん、やっぱそういう事務所が実はやっぱ多かったからこう、うん、うちの例えばこの芸能事務所をこの人を辞めるってなったらこの芸能事務所のなんかよくテレビに出てる人が共演 NG にすることによってこの人が出にくくなるみたいなことっていうのはすっごくよくあったけども、うん、そういう時代は良くないっていう風な考えをやっぱ社長は持ってるみたいやったから、うん、それをちゃんとこう受け入れてくれてなんか応援してくれる、まあ、新しい考え方なんやなと思うから俺はすごくまずツインプラネットさんにすごく感謝してる。そこの点に関してはでこれからもあのまあ一応なんだろうあの提携はずっと続けるから、まあ、完全にやめたって言い方は正しくないかもしれへんねんけどまあなんかそのちゃんとつながりを持ちつつ立ち上げてあの門出がすることができたので、まあ、全てに私は感謝ですよ。こうやって応援してくれる方もいたら。そうね、まあ、だからこれからなんていうの手紙とかそういうの送ってくれるのは新しい会社にお願いしますだけどもし間違ってその前の会社に送ってもちゃんと届いてくれる。そう、それもまたなんかいい関係ではあるから、うん、ってことだよね。なので、まあ、皆様、まあ、一応ねその概要欄の方に今後の新しいあの手紙とか送るところのとかは載せておくので、うん、そこはぜひ確認ください。これでそれであの何かねこうお仕事の依頼をしたいとかねそういうのがもしあったらそちら私たちの方にあの依頼していただける場所のメールとかも全部載しておきますので、まあ、改めましてなんですけども、はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。